なんか物理的に D が持つ能力が政府にとって厄介だっていう、設定が入らないと不自然なほどの表現にはなってそうな。なんか D にどういう仕掛けがあるのかっていうのもなんかこう考えたいところ。バナナキングさん320ありがとうございます。ドクタークレハが D の意思は生きていたのかと言っていることと、 D を持つ者が抜け殻ということは関係あるかないか。真実を知らない D の一族たちはもう抜け殻なんですよね。自分になんで D がついているのかも何も分かってないと。まあ多分ロジャーを除く D の一族たちっていうのはみんなそれが分かってないで、ロジャーはそれを知ったってことだよね。ラフテルにたどり着いて、でそれを白ひげに教えてる可能性があるっていうね。 D ってのは何なんだ、うちにもティーチってやつがいるけどよみたいな、知りてえのか教えてやろうかみたいなのがあるんで、白ひげも知ってるみたいな。でつまり限られたやつしか知らない中で、もう D っていうのはただの名前飾りにしかもうなってない世界に800年経ってなってしまった。だからヒルルクもその数少ない知ってるメンバーの一人なんだよね、 D の意思をね。なぜか世界一周したロジャーとそれと一緒に酒を酌み交わした白ひげとかぐらいしか知らなそうな、その D の意思っていうのをなぜかわかんないけどヒルルクも知ってるって話になるんだよ。まあね、141歳とかなんで、まあロジャー海賊団なのか白ひげなのか、なんか関係があったやつから聞いたっていう話なのか、もっと奥深いドラム王国にはなんか秘密が隠されてそうな気もしますけどね。でまあわかんないですけど、いずれにせよヒルルクはそれを知ってて、で800年経って D っていうのが飾りになってしまった中で、ルフィの何を見てかわかんないですけど、ルフィを見て D の意志が生きていることを確信したっていう話なんで、今回の話ともちろんつながってる話だし、ルフィが信念を曲げずにワポルと戦ったからなのか。でもそれだけだとなんか D の意志が生きていたっていうには弱いよね。信念を持って戦ったぐらいだけだったら。だからそこにゴムゴムの実のことなのか、麦わら帽子のことなのか、あるいはなんかわかんないルフィの属性を見極めたのか、 D の一族が持つ。とにかく D の意志が何なのかがまずわかんないからな。ヒルルクが何を見て D の意志が生きていると確信を持てたのかっていうのは長年考えられてますけど、答えは出てないっていう。で、私的には麦わら帽子だと思ってんですけどね。っていう考察も出したんですけど。まあ難しいところでございますが、どうなのかという。で、D についても、まあおさらいみたいなところではあったんですけども、かつて20の国と敵対していた者たちの名前。で、これはずっと言われてたことではあるんですけどね。一番がそのコラソンの発言。D の一族をとある地域ではこう呼ぶみたいなね。神の天敵と、みたいな。それもどこの地域なのかとかも全然わかってないですけど。いわゆるコラソンのその発言から、天竜人とか世界政府に対抗するのが D の一族なんだろうなっていう認識はみんな持ってたんですけど。それが改めて、イム様本人の口から語られていたので、なんか確定というねところなんでしょうと。であとはこれもみんな分かってたことですけど、 D の意味を D を持ってる本人たちももう知らなくなってるっていう描写。ハルアルディサウロとかもなんかその話してたっけ、代々ついてるんだでみたいな、よく分かんないけどついてるんだでみたいな。でおそらくその D の名前がある海軍たちがモンキーリーガープとかハルアルディサウロがいるんですけど、なんで D なのに入れてるのか殺されないのかっていう問いに関しては、まあ抜け殻だからいいだろうっていう、まあそういう判断なのかな。それでいいのかな。でルフィに関しても D の意味なんてもちろん知らないし、もしかしたらドラゴンとかも知らないかもしれないか。知ってるかドラゴンは、さすがに。だ誰がどこまで知ってるか問題みたいにはなっていくっていう。でヒルルクが D の意思を知ってんのがやっぱりすごい違和感が、あるっていうね。そんな中でネフェルタリ D家とかね、モンキー D 家、ゴール D 家みたいなのがぶわってある中で、 D の意思っていうのがまあ脈々と受け継がれてきたわけですけど、ほとんどが抜け殻になってる。でロジャーは世界一周して D の意味を知って、その D の意味について白ひげとね、桜の木の下で喋りながら酒飲みながら D について話してる描写がある。だからこの辺周り、ロジャー周りに D の意味を知ってる人がいるのはわかるんですけど、なんでヒルルクが D の意味を知ってるのかみたいなね。ここはだから激アツ伏線ですよね。ヒルルクが D を知ってたっていうのは後に回収されるはずですっていうところでございます。あとは単純に D っていうのは世界に対抗する一族なんだ、世界政府に対抗する一族なんだ、世界政府にとって敵視すべきというか警戒すべき一族なんだっていうことの他に、なんか物理的に D が持つ能力が政府にとって厄介だっていう、設定が入らないと不自然なほどの表現にはなってそうな感覚を私は受けたというね、ところはありますね。なんか本当に D っていうのはなんか負けん気が強くて鬱陶しいとかそういうことじゃなくて、それこそ万物の声を聞く力なのか、死ぬ時に笑って
って死ぬっていうことなのか、単純に D を殺しておけば D の意志は消滅するだろうなのかな。なんか D にどういう仕掛けがあるのかっていうのもなんかこう考えたいところっていう。お釈迦さん800円ありがとうございます。リリーがポーネグリフを各地にバラバラにしたのか、巨大な王国自体をバラバラにしたのか、国がバラバラになってグランドラインの国々ができたのか、リリーはバラバラの実の能力者かもしれないですね。なるほどな。海洋類もバラバラになったポーネグリフ、巨大な王国を守るためにグランドラインに巣を作っているんだと考えています。なるほどな。ミスなのか計画的なのかっていう議論が今回1085でなされたわけですけど、具体的にどうやったっていう根本的なところだよね。だこれ本当に一人の力で、リリー一人の力で世界中にその瞬間ばらまいたっていう話なんだったら、本当にバラバラも視野だよね。バラバラも視野なんだけど、まあそのミス、なんかミスっていう言い方ってさ、例えばリリーにポーネグリフの処分を任せたとか、処分しようとしたらミスってばらまいたみたいなとか、なんかミスってそういうことだよね。任せてたことを なんかやろうとしたんだけど失敗しちゃってばらまくことになっちゃったみたいな。よくわかりそうでわかんないな、その表現がね。なんか処分を任せたのかな、ミスったっていう報告を受けたっていう話なのか。で、その処分をしようとしている、処分とか封印とかね、しようとしているポーネグリフを巨大な王国に戻してしまったとか、ラフテルっていう場所に送っちゃったとか、まあそれこそバラバラの実もそうだけど、あれもね、ニキニキの実も怪しいよね。ニキニキの実もまあうってつけだもんね、世界中にばらまくにはね。まあただそれか、そのリーの一族ってっていう巨大な王国、滅ぼされた残党たちっていうのにリリーが託したと。で、そこから船で世界各地にリーの一族が追手を振り切りながらポーネグリフを世界各地に届けた、バラマキに行ったみたいな考え方で言うんだったら、別にリリーが能力者である必要はないわけですけど、まあ難しいところですね。さあ、ノバさん200円、姿を変えられたズニーシャがリリーですかねと。まあリリーが800年前にアラバスタに戻らず姿を消したって言われてるんで、俺も一瞬瞬間的にズニーシャを思いついたんですけど、罪と罰とかね、なんかズニーシャに当てがうと気持ちいいとこもあるんですけど、基本はやっぱりズニーシャが1000年以上の歴史があるんで、さっきのスパチャでも答えた通り、ズニーシャ、リリー、ズニーシャっていう、そういう感じになっちゃうんだよね。ズニーシャであったことがある動画、リリーに姿を変えてまたズニーシャに戻ったみたいな話になっちゃうんで、今のところは可能性は、まあそれを悪魔の実でそれをやりなさいって言われたらできそうっすけどね。今のところはなんか可能性はね、低そうな感じはする。さあ、リクトンさん、ありがとうございます。こんばんは、初スパチャですと。イム様の二人称ヌシアについて翻訳してみたら、フランスでも話されるとされているカタルーニャ語で花嫁と訳されたので、怨恨かがありそうに感じましたと。なるほど、ヌシアは花嫁って意味なんだ。まあでもそれをなんか特定の人に対してヌシアって言ってるわけじゃなくて、むしろおめえみたいなもんがっていう感じのところにヌシアっていうね、イム様にとってコブラってなんぼのもんじゃいだと思うんで、おめえみたいなもんがだとは思うんで、お主とかヌシっていうことダブルミーニングになってるとかっていう話なのかな。フランスでも話されてるとされているカタルーニャ語か、花嫁っていう、これを小田先生が使ってヌシアを思いついたかどうかはさておき、いずれにせよ花嫁とかこのね、怨恨っていうところは絶対にイム様にね用いられているっていうのは確定だというところでしょう。で、あとそのイム様の髪型っていうのが、まあ髪かどうかまだ定かではないですけど、ほぼ角で、髪の毛っていうのがなんかボニーみたいなストレートなのかな、なんかセンター分けとかのボニーとかヒナみたいな。ちなみにですけど、私が希望を伝えていいのであれば、やっぱりこうパツパツの OL の格好っていうのね、タイトミニプラス若干明るめの髪のセンターのめちゃめちゃロングっていうのが一番のタイプ、正直あるんで。知らないよ、おめえの話は知らねえよ。